パイは大胆な犯行。スラムマーケットのほ、ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふーん。彼女からは何も？何にも。ならば、私からもない。まあいいんですけどね、いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。ゾーン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのかゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外で魔航路があるところは大抵他には何もない。喜べゾーン、俺とクラウド
俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ任せる。ちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。まお前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ、ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。ああ分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。ソルジャーはやっぱりすごいな。寒さにはくれぐれも。我々はここで待機。
Activating combat mode. Ah!